長長谷谷川川豊豊の本気の本気音論チャンネルこんにちは長谷川豊ですさてあの前回はですね統一地方選を受けて維新に大変な風が旋風のようなものが巻き起こったけれども実はその旋風を巻き起こしたのはみんなの努力で本当に汗をかいてきたから勝ち上がることができたんだ結果を出すことができたんじゃないかなんていう話をしたんですけれどもさて ちょっとですね現場感というかあくまでマスメディアにいた人間として冷静で冷徹な分析もしなきゃいけないなというふうに思っていますそれが今日はこちら維新はここからが大変そんなに強く勝ってないっていうことを、ね、維新のファンの皆さんには自覚していただきたいなと思ってるんですねうーんどういうことかというとはいもうテレビでもね、えー、散々取り上げられていましたけれども 大阪12区。自民党の北川さんという方が残念ながら、あのー、ちょっとお亡くなりになられてね、えー、その死去に伴う補選、補欠選挙が行われた大阪12区ですね。藤田文武さん。維新の素晴らしい候補者です。僕は4回入りました、応援に。で、えー、藤田文武さんは見事、ね、おめでとうございます。当選いたしました。自民の候補者である北川さん。 そして、えー、無所属とはいえ大臣経験もあるタルトコさんさらには共産党の顔的な存在宮本さんその辺りを見事下しまして維新圧勝ということでねよしナイスよっかったということでねもう,もう大阪脇に湧いてるわけです万歳万歳ってやってるんですけれどあのー、これ万歳っていうのはちょっと危険な数字ですよね。 あの維新のファンの方々藤田やったーって喜んでる人はちょっとこの数字をねよく見ていただきたいんです。今回の件に関してはタルトコさんというそもそも希望の党の関西比例トップ単独で当選した人がね なんで辞めて出てんだかさっぱりわかんないですけどとにかく出馬したっていうところに端を発するんですけれどもタルトコさんって創価学会のの婦人部の人人部たちとメタメタ仲いい人なんですよだから公明党さんの創価学会の票めっちゃ持ってる人なんですねこれれ2万票近く持ってるってててる言わよでタルトコさんが出たことによって相手陣営票割れてますよね。 で北川新平さんには自民の票だけじゃなくて公明党の票も乗っかるはずだったんですけどタルトコさんが割と2万ぐらいごっそり持ってってるはずなんですねさてでこれちょっとよく見ていただきたいんですよあと1万3000票北川新平さんに流れた段階で負けてますよねこれ共産党さんも何をちまよったのか現役の議員である宮本さんを結構 これ1万 4, 票あるわけですよ共産党とか出なかった瞬間共産党と立憲民主の票なんて反維新にしか流れないですからねこれ共産党が出た瞬間北川新平さんに票乗ったらもう負けてるでしょこれよく見てください5万1000いってるでしょあ6万1000いってるでしょこれこれね藤田さんね めちゃくちゃ湧き立って、テレビとかでもガンガンやって、自民党を負けたみたいなこと言ってるんですけど、全然強く勝ってないです。寝屋川に僕4回入ってるうちに、寝屋川の上田さんっていう富士山、これむちゃくちゃ強い人なんですけど、4万票以上取って、富士会議員選挙で取ってるんですよ。上田さんが取った票が4万票あるわけですよ。つまり、寝屋川、場な縄手、大東、この3市が大阪12区なんだけど、 上田さんの票ってほぼほぼ間違いなく藤田さんに流れてますよね。大東と市場なわ当てて1万票ずつぐらいしか多分積み上げられてないっぽいんですよね。これね、あんま強く勝ってないですよ。要は3人出てくれて3人の票が割れたから勝ったっていう票です、これ。あの、思ってるより、皆さんが思ってるより選挙って足し算なんで。あっ これちょっとと危険だなな思いながら僕は正直てて見,て見てましたもちろん藤田文武さんのことは僕も大好きですし懸命に応援するために僕4回入りましたけど現場に「朝一から、まあ、藤田さんが1人で立っている時に応援入りましたけど大好きだし次も絶対勝ってほしいからこそこの票数でうわーっていう風に喜ぶような票ではない。こ言わざるを得ないのは 今、皆さんもご存知の通り、堺の竹山治美、やめましたよね。やっとやめましたよ、竹山治美。2億3000万以上の不記載ですよ。不記載なわけねえだろって話ですよ。嘘に決まってんじゃないですか。2億3000万不記載しないですよ。ばらまいてるんですよ、こんなの。そう考えざるを得ないです。で、領収書ない、ない、ない、ないって言ってたんですけれども、選挙を経た後突然、やっぱり領収書ありましたって言ってきて、よく見たら、日付が偽装されているっていうね。っていうか、日付が間違ってるっていう。 読売新聞社とかがペラペラって見たらすぐ分かったっていうあのね飲食店で僕,僕もやってましたけど領収書って日付間違えないですよ領収書って最初日付ばーって書くんですよそこに金額書いていくんですよ金額間違えることがあるけど領収書って日付間違えないです偽造してると考えざるを得ないですだからまあまあまあもうやめて当然なんですけどもかなり犯罪の匂いしますけどねはい竹山治美破れましたいあのま竹山治美をとりあえず 排除することができました。さあ、堺井市長選です。維新対反維新で戦うわけですよ。ちょっと見てほしいんですね。前回の選挙です。はい、竹山治さんに対して、長藤秀樹さんという候補者が出ました。16万2000対13万9000です。長藤さん負けましたっていうことなんですけど、これ見てわかりますよね。そこそこちゃんと差がついてるんですよ、これ。坂井の 投票率がでした低いですよねじゃあこれ投票率上げたらいいじゃんって言うんですけれどもあのね投票率ってね僕もメディアで散々煽ったこともありますけれども思ってるより上がんないっすですでちょっとねこれ計算してみると分かるんだけれども長藤秀樹さんの票が13万9301票ですよねあの堺氏の有権者数が 68万8758人なんですよ。3%。3%なんて急に投票率上がんないですよ、普通。でも仮に3%投票率上がったと仮定しましょう。で、68万 ×0.03 ね。はい。2万662票なんですよね。2万600人、投票率3%上がったら2万人増えるわけです。投票率3%上がって、その3%が 全部長藤さんに投票したとしましょう。計算してください。負けてるでしょ。あのね、投票率4%上がって4、4%上がった投票率が、一人残らず長藤さんに投票して、やっとギリ勝てるレベルなんですよ。これから行われる、堺市長選って、維新、全然簡単じゃないですよ。 ものすごい投票率を上げて、しかもその上げた分、全部、維新の候補者に流さないと、前回竹山治に投票した連中って、もう、もうザクッと言っちゃいますけど、2億3000万不記載なんて、そういうことありえないんだから、多分、実弾飛ばしてると思った方が正確なんです。要は金、ばーッばらまかれてるんです。堺市長選だ、堺取るぞーってね。 ツイッターとかフェイスブックでめちゃくちゃ盛り上がってる人たちいるんですけどそんな簡単じゃないですよこれ僕も多分もう入れる時間多分これから全部堺入りますけど相当きついんじゃないかなって僕なんかは思ってますけれどもねただ堺は絶対取らなきゃいけないこれで負けたら維新の風がピタッと止まります多分相当大きな分水で堺絶対勝つために これを皆さん思っているより全然きつい戦いだというふうに思った方がいいっていうそういう分析でしたいかがだったでしょうか長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みますお楽しみに